はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあこれバリースタジアム、まさかねこれね、あの特訓ポイント以来だよね。まさかねこれ動画撮ると思わなかった。うん、なんでかというと、はい、こちらドン、はい、天の日のイベントでみんなでブートキャンプチャレンジっていうね、今イベントやってんだよね。こんなのね、やるなって言っちゃうからね、あのね、なかなかマッチングしないからね、もう少しでもねバリーブートキャンプをねちょっとねやってもらおうっていうね、まあ、運営さんのさじ加減なんだよねこれ多分。で、天の日イベントなので、まあ、商品もありますよということなんですけども、まあ、その商品がなんと福引券なんと30枚ね。うん、だから条件があって、まあ、その30枚ランク C 以上取らないと30枚もらえない。ランク D だったら15枚なんだよね。でランク C 行くとさらに15枚もらえて計30枚っていうね、まあ中身なんだ、ケチくせ、あ、ケチくせって言っちゃうからね、まあなんだけども、うん、で今回運営さんマッチング、ただでさえねマッチング、マリーブートキャンプただでさえマッチングしねえんだよ、そんなもんね天の日に入れんなよって思う方、はい、今回マッチングしやすいように運営さん設定しました。バトルマスター天地雷鳴士だとマッチングしやすいですよ、しやすいかもしれませんよといったようなね、まあ、設定してくれてますが、バトルマスターで僕行ってみたんですよね。天地雷鳴士ではぶっちゃけ行ってないです、ぶっちゃけね。うん、バトルマスターね意外に難しい。うん、まあ脳筋でガン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 天下無双してると結構死んでいく。うん、やっぱりね基本的にはね、あれですからね、まあ、後出しじゃんけん推奨ですからね。うん、そこで僕ね今回これねリスナーさんに教えてもらった、うん、めちゃくちゃ簡単な取りやすい職業、しかももう一人でできる、うん、マッチングしづらくともね、まあ一人でもできるよ、簡単に取れるよといったものがこれ、はい、旅芸人ね、旅芸人。まあなぜ簡単かというと、まあサポートでね行くんだけど、サポートでね、そのサポートがね回復してくれるのよ。なので自分自身ね攻撃に専念できるっていうのが強みなのかな。でしかもあのポイントをそこまで取ってなくても簡単にランク C いける、だいたい2万5000でランク C いけたのかな。うん、まあ、どうしてもランク C 取れないよっていう方、これ旅芸人でね一回試してみてください。はい、でもね耐性はちゃんとね必要です。この麻痺ガード、うん、麻痺ガードとこの風雷の印籠のね雷ダメージ 29%、うん、でちょっとね風雷の印籠足りないよ、風雷の印籠ないよという方は、まあ、一応食べ物も効果があるので、まあ、ストームタルトなどね、食べていけばいいんではないんでしょうか。まあ、これで、まあ、同盟を組まないでもいいし、まあ、同盟探してもいいけど、まあ、時間かかるから、まあ、同盟組まないでいけばいいと思います。旅芸人ね、こうすることによってサポートといけるようになります。あーこれしまった、食べ物をね、じゃふわふわわたあめある方はふわふわわたあめ、うん、やってください。でねルカにもやってくれて守備力も下がるし、とにかくまあポイントとしてはまあふわふわわたあめを食べながらジャンプする、ジャンプして行動、そして敵の後ろから常にね行動する、これが大事。うん、これが大事ね。でジャンプ、これちょっと食べ物食べてないからごめんね、ちょっと常にねあのぴょん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 ねジャンプ跳ねないといけないんだけど、よいしょ、さあもういい、ジゴスパークは食らってもいい。でゴッドジャグリング、よいしょ、あハッスル、ちょっと待ってハッスルダンスあんまりやってくれないね、まあ癒しのメロディーやっとこうね、よいしょ、あ、イオシのメレリーもやってくれてんだね。うーい、危ねえ。まあ、とにかく、回復はね、もうサポートに任しときゃいいかな。あとは、ジャンプしながら、後ろから行動。ちょっと怖いよっていうときは、こちら、緑の石取ると、ひとまと回復するからね、こういうのも取るように。で、さらには、まあ、テンションがある。これ、黄色がね、ポイントもらえるから、黄色もね、取っておくといいかもしれないです。さあジゴスパーク、よいしょ、そんなに食らわないからね、癒しのメロディーでね回復間に合うんだよね。そう、しかもこうやってねエンドオブシーンとかやってくれるから、麻痺ってもね、まあ、正直ね麻痺ガードなくてもエンドオブシーンで回復してくれるからめちゃくちゃ楽なんだよね旅芸人。よいしょ、まあちょっとこういうのはちゃんと避けようね、隕石とかね、よいしょ、で、トリックゾーンかなんかで、アクロバットスターはね、やっても意味ないからね。
正直物理攻撃でしてこないから、避けるもんも避けれないからね。こういうもんは避けれないからね、回避で。よいしょ。さあバーティカルブラスト。まあでもさ、まあ天の日イベントだからね、まあいいかもしれんけど、こういうなんかね、まあ普段ね人気ないようなね、コンテンツをね、こう手の日に入れてくるっていうのはね、もう本当にいかのもんかと思います。あれなんだよね、まあ、大富豪とかもそうだけどさ、ちょいちょい入れてくるんだよな、運営さんね、やらしたいからって言ってね。うーい危ねえ。ちょっと癒しのメロディーはどこね。よいしょ。ほらハッスルダンスで回復してくれてる。もうほんと楽ちんで、あんまりねちょっとね攻撃してません僕、ぶっちゃけ。うん、まあ、あんまり攻撃しないようにしてるかな、意識的に。さあダークネスブレス。よいしょ。必殺チャージしたぜ。さあ必殺チャージしてました。まあ、トリックゾーンでやってきますかね。おいドン。5893。おい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 高木ちゃん、ちょっと火力的にこれ大丈夫って思うよね。あ、転んじゃったね。ところがね大丈夫。やべえ、これちょっと3発食らう。おいしょ。あぶねえあぶねえあぶねえ。はい、でも回復してくれるっていうね、めちゃくちゃ楽じゃない旅芸人。これバトルマスターとかで行くよりは本当にね簡単だと思う。結果はどうだ。まあ、それでも1位の冠ついてましたからね。あんだけ全然ね攻撃できなかったけど、あいしょ。あ、6万取れてたんだね。はい、ランク C。 ちなみに23648ポイントでランク C 取れます。ちなみに12000で D ぐらいかな。うん、まあでもこれね全然全く攻撃してないっていう感じかな。本当にもう逃げ回ってたっていうぐらいのレベルかなこれは。ね、他の職で行って死んじゃうようだとか、取れにくいランクね C 取れないよっていう方は旅芸人で行ってみて。わざと死のうとしてもダメージ食らおうとしてもなかなか死にづらいんだよね。ほらすぐね NPC がねヒットポイントを回復させちゃうから逆に死ぬことが難しいっていうね。ほらね、なかなか死ねない。はい、ということで今日はねバリスタジアム天の日のイベントで福引券30枚を楽に取ろうっていう動画でした。まあ旅芸人ね本当にねかなり楽なのでね、やってみてください。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。